ここにいる三崎高校の制服姿のシャナちゃんは？あら、あそこにいるのは超人気美人声優の上田佳奈さんです。はこんにちは。はあ、確かにこの声は上田さんじゃないか。待って、上田さん好きだ。上田さんって誰？さあ、参りましょう。この人もわかる。そろそろ痛い目見るか。嘘嘘、ちゃんとやるから。お、取れちゃった。え、ごめん、元に戻せないよ。春崎さんとはキスまだよね。当たり前だろうが。では覚えておいて、あなたの初めての相手は春崎千葉ではない、この夏川マスズよ。あの、何かご感想は？お前らしい大胆さだよ。そういうことではないのですが。お前は良かったのか？何が？いや、キスの相手がフェイクの俺なんかで良かったのか？本当に鈍い人。あなたでなくてはダメなのに。え？今のはジョジョ第一部屈指の名シーン、ディオに無理やりキスされたエリナのパロディですから、同じジョジョファンであるあなたが相手じゃないと。パロディネタだったんすか。エイタ君ならすぐ気づいてくれると思ったのに。さあ、早く泥水で口を洗ってください。そこまで再現できるか。人間じゃない、人間じゃないってどういうの？ AI だよ、 AI。 ネットの中の新種デジモンです。ピッツバーグのロボット工学研究所から開発中の実験用ハッキング AI が脱走したらしい。それからとても凶悪なデジモンなんだ。ほっといたらとんでもないことになりますし。ああ、でもどうやってやつを倒したらいいか。大地、事情わかるまで使っとけ。僕たち戦うよ。あぶな、これが。機動要塞デストロイヤー接近中につき、進路予測のための偵察募集。なんだよこれ、デストロイヤーって何なんだよ。デストロイヤーはデストロイヤーだ。大きくて高速移動する要塞だ。わしゃわしゃ動いて全てを蹂躙する、子供たちに妙に人気のあるやつです。なるほど、わからん。お前のノートは預かった。返してほしくば午後8時に駅前のカフェに一人で来い。さもなくばノートノートノート、クロクロクロ歴歴史バラすバラすバラしちゃう。ノートノートノート、クロクロクロ歴歴史。忘れてたぜ、部活はなくなっても彼女はいなくならない。遅いわよエータ。メールの返信からここに来るまで11分38秒39もかかっているわ。急いでも10分はかかるんだよ。使えない男ね。暗黒空間を移動したりできないの？すいませんね、スタンド使いじゃないんで。あの車何者だ。下りのブレーキングドリフト完璧だよ。 FD が突っ込みで割ってる。立ち上がりもうめえ。ガードレール突き抜きにすんげえわ。仕掛けるポイントはこの先のゴレンザテータピンか。オーバースピードだ。ブレ
信されたか。心配なさそうだね。はるか様、ご立派になられて。ところで、見つからないように変装してきたつもりなのですが、すっごい目立ってる気が。ですよね。ステルスモード失敗です。けなしまくること、これもギターを弾く人間なら当たり前。偏見すぎだろ。私洋楽なんか聞いたことないし、歌手も知らないし。歌手じゃなくてアーティスト。ご心配なく。好きなアーティストは誰かと聞かれたら、ジョジョの奇妙な冒険第4部に出てくるスタンドの名前を言っておけばなんとかなるとノートにはありますね、エータ君。知らねえよ。ジョジョって焼肉屋さん？ジョジョの奇妙な冒険を知らないというの？知らない。あなたがモテない理由が分かりました。あ、こら！ジョジョも知らないような北京原人だからです。日本人よ。そう認めて欲しかったら、まずはジョジョを読破してからにしてください。最低でも第4部29巻から47巻まで。モテるモテないはそこからです。へえ、そんなに。さあ、それでは具体的なアピールの方法を話し合いましょう。てか、私もう帰るわよ。へえ、もう帰っちまうのかよ。どうせ12時過ぎたら魔法が解けるんでしょ。今から出発しないと途中で車なくなっちゃうし。バレたか。いいじゃんいいじゃん、遊ぼうぜ。子供かお前は。これは超人気小説のシャナちゃんのコスプレ。うるさいうるさいうるさい。一度行ってみたかったんです。秘密秘密あの猫。